アイノ君。檜山さん。うん、そうだね。でもその女とキスしたんだよね。え？愛し系ね。俺はチサが大好きだな。ミオリはつくづく墓穴を掘るのが好きだね。ミオリか。そして俺はこっちに来てくださいですか。ミオリは実践してどんどん覚えてんな。ねえ、ニフジ君ってちょっと良くない？そうかな。目つき悪くない？私そこがいい。確かにイケメンよね、ニフジ君。こらこら、花ちゃんまで。あの、つまり彼は僕、つまり彼は私の大ファン。あなたが羨ましくては？僕もあなたみたいに全く目立たない存在になりたいんです。うっかりですって。そりゃ決まってるだろう。確認しておくべきことがあるからだ。確認？ほら、前に今村が言ってただろう。秋田原くん、まさかとは思うけど、本当に小手川さんと一緒に暮らしてたりしないよね。この二人こそ俺のゲーム制作サークルのメンバー、原画の沢村スペンサーエリリとシナリオの霞ヶ丘歌葉先輩だ。ごめん、意味わからない。本当に意味わからないわね、リンリ君。それが人との約束をすっぽかして他の女とデートしてた男の言い分かしら。あの気をつけてください。君も気をつけて。まったくベル君のやつ、覗くなら僕だけの時に来ればいいのに。私も今日は楽しかった。また一緒に遊んでね。下水、この女はやはり何の躊躇もなく男に体を預ける性欲の化身、男を食い物としか見ていないゲスの女なんだわ。そもそも K は男ではない。あ、確かに私こういうのにはあまり興味が…って、さっきから話題に出てくる人ってやっぱり…ハートだ。メダルゲームやりたいんですか？え？シドウくん、シドウくん、ヨシノも。え、たく、仕方ないな。じゃああれは？おお、あれはだな。ジャガマルくんの小豆クリーム味、2つください。いらっしゃいませ。クリーム多め、あずきマシマシで。なーにをやってるんだ君は。まったく、次から次への君は、とうとうついによりにもよってこの女まで。こりゃレベッカはいい嫁さんになりますな。別にそんな。何言っちゃってんの。いいお嫁さんは料理だけじゃ決まらないでしょ。どうも、なんで天草式の逸話が隣にいるのかな。いやそれはですね、なんと説明したらいいのか。つまりですね、私たちは神の牛。なあ、アクアの狙いは俺みたいだし。ナツやルーシーと一緒に。え、またルーシーと。見失っちまったな。でもこれで二人になれたわね。あ、
ルシー。ガジル。お姉ちゃん、アスタと結婚するの？違うよ、マルカ。するわけないでしょ。なら、うちの店来れば？じいちゃんもいるから、あまり緊張しないで新人研修できるし。最近シフト薄いこと多いから人手欲しいし。普通気づくだろ、女子高生の気持ち。じいちゃんもそう思わん？はい。ダメだこれ。それで相手は、はい、先生。ほっぺに。なんだ、ほっぺか。私も妹によくされるしな。ほっぺたか。でもちょっと羨ましい。えへへ。いいなぁ。なんか肩こっちゃったなぁ。気が利くのね。稲坂！ちょっと痛い。優しくして。俺は何を。ベルシアが牛乳を拭いて1週間放置した雑巾を見るかのような目で。志保ちゃん、取ってつけたように私たちを理由にしないで正面からぶつかりなさい。はい。おや、貞男殿、お客人が。あー、ちょっと待って。誰？やめつけ。なあ、志保ちゃん。まったか。貞男、そうだ、俺の飯やるよ。ほら、あーん。あ、それは。おい、俺たちには礼を言わねえのか、クソハイエナ。なんだ、いたのかよ。気づかなかったぜ。サンキュー。ほら、瞳。やめろ、慣れ慣れしんだよ、お前は。修行の一環よ。え、わからない問題はすぐに聞いて。私にも教えて。早速わからんし。ここはね。うわぁ、甘い香り。死ねばいいのに。あの女、誰？お隣の山田さんです。はい。仲いいんだ。いやいや、むしろ憎らしいほどで。なんでそんな嘘つくの？全然そんな風に見えなかった。嘘じゃないって。とりあえず DLC でメガネ買っとく。嫌ですよ、そんな追加装備。アグリ、2000円までなら出すよ。微妙に安価なのが腹立ちます。お二人とも楽しそうですね。